皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで皆さんレジェンダリーグレートフィニッシャーズ引きましたでしょうか。皆さんバンバン引いてるんじゃないかなと思うんですけど、このガチャね、実はレジェンダリーよりも通常が熱いんじゃないか説がねふつふつとね湧き上がっているわけですが、メンバー見たら、確かになっていう感じなんですよね。はい、メンバーはね、一部ですけどこんな感じです。もうほんと星5の選手はほぼ当たりなんじゃないかぐらいすっごいねメンツ集めました。ちょっとこの辺はコナミさん商売下手になったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういう選手はね、なるべく分けた方が良かったと思うんですけどね。皆さん課金した中で、このスタンダード選手たくさん出てきたことでしょう。まあ、その中でもね、スカットに今後、生きてくるかもしれない選手をね今回は紹介していくんですけど、早くももう4月末にね、なってしまいました。もう数日で5月になってしまいます。ヨーロッパのリーグ戦が5月中に終わりますので、そうなると従来の作品であれば、ライブアップデート現役選手ヨーロッパ組は、C 固定に入ってしまいます。その後はコンディションの波っていうのはね、必要重要になってくるわけですね。その辺の詳しい内容はねこの動画で紹介してるんで見てほしいんですけど、コンディションの波によって調子の安定度が非常に変わってきますので、まあ、今回紹介する選手はそのコンディションの波にも注目して、ピックアップして紹介していこうかなと思いますので、ぜひ参考に、まあ、今後を、ね、見据えて確保してもいいんじゃないかなっていうお話です。ということでまだね、実は引いてないよっていう方は、まあ、この選手たちを、ね、確保すれば、今後スカットに生きてくるかもしれませんので、ぜひね、コインに余裕あれば確保してみてもいいんじゃないでしょうか。ということで早速ね、紹介していきたいと思います。動画の後半になるにつれておすすめ度はねぐんとアップするっていう感じになっています。まずはムシアラですね。今週 A みたいですね。なんといってもチャンスメーカースーパーサブという特徴はありますので、まあ、もうちょっと適正ね、CMF とかができればまた使い方変わったんですけど、まあ、ムシアラの特徴と本当に育成できるっていう方は残しておいてもいいんじゃないかなっていう感じです。はい、続いてマディキャマラという謎のね選手紹介します。モブかな、これ違うか、モブか。こちらの選手なんですけど、 B2B ボックス2ボックス持ってて、182センチでパス守備系、あとは瞬発、キック力、ジャンプ、フィジカル、あとスタミナが高い、この辺が70を超えてくる項目なんですけど、スキルもいいですよね。しかも適正中盤もできて、一応センターバックの適正もありますので、困った時のセンターバックもこなせますと。スキル枠1個空いてるんで、将来的にスキル追加、あとサイドバックもできちゃうと。この辺のユーティリティさも申し分なしといったところなんですけど、なんといってもこちらコンディションの波実は小さいにね設定されていますので、今後活躍してくれるんじゃないかなということで紹介しました。所属はギリシャのオリンピアコスですね。まあ、どれぐらいこの選手がね活躍していて現実ではすごい選手なのか分かんないんですけど、ゲームの中の数値を見る限りこの選手ちょっと面白そうなんで、ちょっとマニアックなね、紹介してみました。私もこの選手取ったら残しておこうかなって思います。はい、ちなみにこの選手、レベル上限が41なので、80タレントポイントもらえますので、育成もそこそこできちゃいます。まあ、24歳なんですけどね、しっかりと育成もできますので、その辺もお確かめください。欠点探す方がちょっと難しいかな。はい、ちなみに逆足の方はどちらも高いになってますので、その辺もいいですよね。昔で言うと逆足33みたいなイメージ、ほんと欠点がないんじゃないかな。はい、続いてアンカーフラーフェンベルフですね。190センチという圧倒的なサイズ、まあ、19歳なんでそこそこ育成しないと、まあスカットに入るチャンスはちょっと厳しいかなっていう感じではありますが、高さ強さなんかも兼ね備えている優秀アンカーですね。まあ、若い選手なのでこちらの選手はコンディションの波はそんなに高くなくて今普通ですね。なので、まあ、そこはちょっとねネックなとこですけど、はい、続いては名前はデナイエル、でもガチャには登場したデナイエルなんですけど、まあスキルがね素晴らしい、しかもコンディションの波こちらの選手は小さいに分類されます。ちょっと小柄なねセンターバックではありますが、まあ、やれないことはないでしょう。まあ、3バックの端とかね、そんな感じで使ってあげるといいんじゃないでしょう。まあ、特にあまりね課金しないっていう方は、この辺のセンターバックは残しておいてもいいんじゃないかなって感じはします。はい、続いてダカですね。もう説明いらずのスピードスターです。スピード84、瞬発82、今週のエトーにも負けないスピードを持っています。あとはスーパーサブ持ってますのでもう言うことないですね。はい、まあコンディションの波自体はね普通なので、まあコンディションがいいっていうわけではないんですけど、まあスパサブ枠ということで、まあラインブレーカースパサブ枠でこんなスピード持ってて、しかも育成もできちゃうんで、まあ90に乗せちゃうこともできますからね。はい、もっとね化ける選手ではあるので、この選手を化けさせてスパサブ枠として使ってあげてもいいんじゃないかなっていう感じです。
はい、続いてデュンフリース、今週も A みたいですけど、まあ、パワー系サイドバック、まあ、今作は4バックでもサイドバック1個置かないといけないんで、まあ、そこ右サイドバックにして、まあ、ディフェンシブ入れたり、そんな感じで使うとこのフィジカル系サイドバックはちょっと面白そうですけどね。約89センチサイズも十分。はい、続いては冨安選手、まあ、守備的サイドバック持ってるし、まあ、日本人補正抜きで、まあ、センターバックでもやれると思うし、サイドバックでも十分活躍できる選手だと思います。まあ、コンディションの波は普通なので他の選手の方がいい場面も訪れるかもしれませんけどね。はい、続いてクロスターマン、こちらはもともとね C 固定なのでライブアップデートなくなると実は輝くかもしれません。なんといってもスピードが81あるセンターバックで珍しいし、しかも高さも十分なので、サイドの CB もしくはサイドバックみたいなイメージですかね。まあ、守備能力しっかり上げてあげる必要はありそうです。ちなみにコンディションの波は小さいですね。はい、続いてイサク、こちらもスーパーサブ持ちラインブレーカー190センチ、能力も悪くない。で、実はコンディションの波イサクって小さいに分類されていて、あ、小さいなんだと思ったんですけど、はい、実は小さいなのでこの選手も確保しておいてもいいんじゃないでしょうか。はい、続いてブラホビッチ、ブラホビッチは来週おそらくフィーチャーで登場するので、まあ、今回確保したっていう方はとりあえず残しておいて、フィーチャーとどっちが強いのか競いやってもいいのかなっていう感じです。まあ、フィーチャーも当たったらですけど、はい、ブラホビッチもコンディションの波は小さいになっています。ただね、逆足がねやや低いとちょっと不安が残るところなんですね。はい、続いてピエール・オーバメヤンですね。もう安定です。安心安全オーバメヤンです。あ、今作スキル1個空いてるんだ、なんかつけられますね将来的に。説明不要、スピードスターラインブレーカー、高さも十分。まあ、オーバメヤンコンディションの波は普通なので小さいではないんですけど。はい、続いてアンカーカゼミーロですね。カゼミーロはちょっとスピード瞬発ね、ここなんとかしてあげる必要はありそうですけど、まあ言わずと知れた優秀アンカーです。コンディションの波ももちろん小さい、まあ、その点も優秀ですよね。はい、続いてインモビレ、インモビレ今週 A なんですね。早速今週から使っちゃいますよという話です。もうぜひ当たったっていう方はとりあえず残しておいてもいいのかなっていう感じだし、最近結構ね点を取る印象がちょっと強くなりましたかね。しばらくなんか点からなんか遠ざかってた感じしたんですけど、まあ残りのね、少ないシーズンですけど、しっかり活躍してくれればまた A とか B とかつくんじゃないかなっていうふうに期待できます。はい、続いてマルキーニョス、スクショのタイミングで目を閉じちゃいました。まあ安定ですかね、マルキーニョスは。マルキーニョス自体はセンターバックもいけるしサイドバックいけるし DMF までいけちゃうよというユーティリティさは本当に素晴らしい。で、能力もそんなにね、欠点ございませんという感じで、はい、コンディションの波ももちろん小さい、素晴らしい、もう言うことないですね。しかも今週は B なので早速使っちゃいますと。はい、続いてはゴールキーパー、ドンナルンマ196センチ、攻撃的 GK、 今作も攻撃的 GK はまあノイアーがね、今作はもしかしたら最強枠になっちゃうのかな。はい、まあ、PSG でなかなか試合に出ることはあまりなさそうですが、コンディションの波は現在は小さいになってますので、しっかりね、e フットボール2022の間は活躍できるんじゃないかなっていうところです。はい、続いてアラバ、まあ、アラバは安定だね、ほんと適性が素晴らしい。自分は左サイドバックで使ってますね、右をセンターバックにしてるので、アラバは言うことありません。途中から中盤に、ね、上げたりもね、いろいろ工夫することももちろんできます。能力的にも悪くありません。コンディションの波ももちろん小さい、まあ、持ってない方はね絶対狙ってもいいんじゃないかなっていうぐらい万能です。はい、続いてこの男です。もともと C 固定なのでライブアップデートがね、なくなってもねこの選手に影響はございません。特に説明不要だと思います。あ、もちろんね今作もスーパーサブは健在、コンディションの波も小さい、欠点は何でしょう。はい、続いてムーバッペ、まあ、今週ねまさかの E なので今週はさすがに使う方はね結構少ないんじゃないかなっていう感じですが、こちらも安心安全、コンディションの波小さい含めて、言うことございません。私のねムーバッペレベマですけど、スピード瞬発確か90届いたように育成したはず。いや、このガチャでねこの選手が、まあ、この選手もともと100万ぐらいするんでね、あ、そういえば言い忘れてましたけど、もう動画の最後の方ですが GP どっかにね記載してると思いますが、はい、まあ、この選手100万なんでね、本当100万が100コインで手に入る時代、100万 GP ね私返してほしいんですけど、はい、もちろんこの選手も手に入ります。はい、そして最後ファンダイク、ファンダイクに関しては本当キャンベルとか、まあ、マルディーニとかレジェンダリーセンターバック持ってないならこのガチャで、絶対確保した方がいいんじゃないかなっていう感じ。しかも今週 B なんだ、安心安全だね。193センチ、コンディションの波もちろん小さい、まあ、瞬発やや低いんでね、なんとかちょっとだけ上げてあげる方がいいですよね。
ということで20人ぐらい紹介していきましたが、どうでしたでしょうか。皆さんね、手元にこの選手たちがいるという方は残しておいてもいいと思いますし、他にもこの選手はどうなのかみたいなね、ことありましたらぜひコメントで教えてください。このガチャレジェンダリーはもちろん通常もね、なかなかいい選手入ってますので、課金するならまあしてもいいんじゃないかなっていう感じです。はい、来週以降もね、レジェンダリーガチャ控えてますし、月曜日にはおそらくフィーチャー来ますので、まあ微課金とか無課金の方はそちらを優先してもいいのかなっていう感じはします。はい、その辺は自分のね、課金をする頻度にもよります。ということで、こちらのチャンネル eFootball 情報をいろいろ紹介しています。過去動画いろいろね、バリバリメキメキね動画上げてましたので、いろんな情報を知ることができると思います。これからもしっかり動画上げていきます。チャンネル登録していないという方はぜひぜひチャンネル登録を今のうちに。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。